ハニューの入籍とアイスリンク仙台の祝福、表情のスターと地元の絆。こんにちは、読者の皆さん。今日は、日本フィギュアスケートのスーパースター、ハニュー選手に関する特別な話題をお伝えします。彼が自身のソーシャルメディアで発表した入籍の喜びと、地元のアイスリンク仙台からの祝福についてご紹介します。プロスケーターとして五輪に連覇を達成したハニュー選手が、 どのように地元コミュニティと結びついているか、その関係性を探りましょう。羽生譲るの入籍発表、新たな幸せへの第一歩、4日、日本中を魅了し続けるフィギュアスケートのアイスプリンス、羽生譲る選手が自身のソーシャルメディアを通じて、入籍を発表しました。これは、彼のキャリアにおいて新たな賞の幕開けを意味し、ファンにとっても嬉しい驚きとなりました。五輪に連覇を達成し、 数々のメダルを獲得したハブ選手が、私生活でも幸せを見つけたことは、多くの人々にとって喜ばしい出来事です。地元アイスリンク仙台からの祝福、羽生譲選手は、長らく練習拠点としてアイスリンク仙台、宮城仙台市を選んでいます。このリンクは、彼のスケートキャリアにおいて重要な存在であり、それだけでなく、地元コミュニティとの結びつきも深いものがあります。 アイスリンク仙台のスタッフとインストラクターからは、羽生譲れ選手への祝福のメッセージが公式ホームページに掲載されました。そのメッセージには、彼への感謝とともに、幸せな未来への祈りが込められています。この祝福の言葉は、ファンからの喜びと感動の声で包まれています。アイスリンク仙台のメッセージからは、地元コミュニティとの深い絆が垣間見えます。彼がこの場所に対して抱く感謝の気持ちは、 地元の人々からも同じように返されているのです。そして、この関係性は、単なるスポーツ選手としての成功以上のものを示しています。寄付活動と地元への還元、羽生譲る選手は、アイスリンク仙台に対する感謝の気持ちを行動に移すことも忘れていません。かねてから彼が言っているドリンクへの寄付活動は、地元コミュニティへの還元の一環として捉えられています。先月、 ハブ選手は5,5881,272円の寄付を行い、これにより寄付総額は8,733万406円に達しました。この金額は地元のアイスリンクをサポートするために使われ、その維持と発展に役立てられています。結びついた心、羽生ュゆずる選手とアイスリンク仙台、羽生ュゆずる選手とアイスリンク仙台との絆は、単なるスケートリンクと選手の関係を超えたものです。これは、 地元コミュニティとスポーツの融合の素晴らしい例です。彼が成功の舞台として選んだ場所が彼の成功に貢献し、逆に彼が地元に対して感じる熱い思いを受け継いでいます。入籍を発表した羽生結弦選手にとって、これからの人生には新たな幸せが待っています。そして、その幸せが地元コミュニティと共有されることは、ファンや地元の人々にとっても喜ばしいことです。私たちは、 彼の今後の活躍を楽しみにしており、彼のスケートキャリアと人生においての成功を心から願っています。羽生結弦選手、おめでとうございます。そして、アイスリンク仙台の皆さん、あなた方の温かいサポートに感謝します。これからも彼の素晴らしい旅路を応援し続けましょう。これからも、スケートの美しさと、地元愛を共有しましょう。